おすおめえたち、ようやく株式投資で儲かることができたみてえだな。この味を一度でも占めると、やめられねえ止まらねえってことになっちまうだろ。でもな、楽して稼げる金なんてねえことは絶対覚えておけよ。株式投資っちゅうもんはな、利益と損失を、繰り返して、最終的にプラスにしていくもんなんだぞ。いつもかつも、毎日、毎日プラスで勝たなければならねえ必要なんてねえんだ。トータルで考えることが大事なんだ。さーて、今日もおめえたちにオラがとっておきの情報を提供してやるから、耳かっぽじってよく聞いていけよ。じゃあ始めっぞ。今日の東京株式市場で、日経平均株価は、昨日に引き続いて続伸したぞ。前日比で370円73銭高の、28048円94銭で、終えたな。終わり値ベースで4営業日ぶりに、28000円台を回復したぞ。米国連邦政府の債務上限問題に、対する警戒感の後退とかよ。休場明けの中国、上海株式相場の、上昇を支えに買いが、優勢だったみてえだな。ただ、今晩の米国雇用統計の、発表を控えて午後は伸び悩んだみてえだ。たく、買い続ける度胸がねえなら、投資家やめちまえっつうんだよな。ぶっ殺すぞ。米国議会上院が、連邦政府債務の上限を、拡大する法案を賛成多数で、可決して、米国債がデフォルトするリスクがひとまず回避される見通しとなったことが一番好感されたみてえだな。海外短期筋が株価指数先物、買いを強めると、現物株の上昇にも勢いがついたみてえで、日経平均株価の上げ幅は一時的にだけど、600円を超えたぞ。この時ハオラもワクワクしてきたけどな、5場でまた下落しやがったぞ。ニューヨーク原油先物相場が、時間外取引で強さを増して、原油関連の買いを誘ったぞ。原油や天然ガスの相場上昇は米国で、インフレ懸念として意識されやすいんだぞ。よく覚えておけよ。ただ、市場では、このところの原油などの上昇は短期の、投資マネーが主導している面もあると見ている奴らも多いらしいぞ。今晩の米国雇用統計など、経済指標をもとに米国金融政策の、先行きを見極める必要があるから、おめえたちもしっかりこういった重要なポイントは、目を離さずに確認しておけよ。最後に、このチャンネルの視聴者がなかなか伸びねえから、おめえたちヤフーニュースのコメントとかでこの動画のことを世界中に広めてくれ。オラは結構いい動画作ってると思ってんだけど、見てくれなきゃ意味ねえからよ。せっかく毎日、素人のおめえたちのために動画を作ってんだからよ。おめえたちも黙って見てねえで、オラに恩返しをしろよな。あと、コメント欄にオラにとって、マイナスのコメントするやつは、チャオズは、リツけて自爆させっからな。んじゃ、明日も絶対見てくれよな。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。